ばい、これ、これ最高じゃん。いや、やった。ちょっと開けちゃうよ、え、いいの、それ中に小あの、ちっちゃい箱になってるよ。これ、お店で持って置いてあるやつじゃない。そうだよ、それをワンボックスで売り出すの。いやいやいや、高さマジで。うわ、うわうわやばい。ちょっと開けようぜ、開けようぜ。全種類入ってるでしょ。マジで、うん、なんか開けたくない。ねえ、なんでだよ。破かなきゃいけない。破っちゃえ。なに、何が出るかな、何が出るかな。わー、え、なにこれ。え、あ、それシークレットだ。ああ、大泉さんの、ほら、料理北極圏の時の。そう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 、ね、すごいよ、これ。うわー、やべ、これハサミ出してやろうか。はいよ。あ、とりあえず取れた。うわー、これ設定気をつけて、気をつけて、よしちゃう。いけー。すごいリアルに作ってあるらしいよ、この時を再現して。え、手抜いたな。それでええの。違うから、もうちゃんとして。すごい。あ、シークレットそれだったんだ。シークレット一瞬、よし、一発でシークレット開けちゃったね。じゃあやってみようか、俺。よし、やるぞ。はい、逆。あ、これほら、これ、あ、いや、これが下やな。だってこれ穴が、あ、これすごいリアルや、これ見て、こうまで削ってさ。なんで穴開いてんの。多分なんか棒とかないの。ガスコンロなんだろう。ない。あ、え、なになに、どういうこと。これが入ってるんだね、どっかに。これが入ってるはずよ。できた。なるほど、素晴らしい。なんかすいません、いやー、すみません、ほんまに。これが水曜どうでしょう。行っちゃった。次はどうでしょう、その3やってくる。これがシークレットやって、一発目から出してしまいます。一発目これシークレット出しちゃったよ、この人が。投げる。あ、見覚えがある、見覚えがある。そんな嬉しことない、そんな嬉しことない。うわー、来た、すごい、朝日屋、朝日屋。いや、カプヌードルカラーでしょ。いや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 、ガンプラ入ってるよ、カプガンプラ。マジで、いやー、すげー、やべえ、タカさん、これいやー、すいません。こんなの、こうで多分これ売ったら多分5000円以上する。いや、う、売るもんかよ。ちょっと、まあ、何言うてんの。シャワー来るぞ、シャワー3倍の速度でやってやる。これだからね、こうする。あ、ちゃんとして、すごっ、細けな。あれ、今回の生放送見なかった。もうこうやって、もうかってるね。あー、もう終わってから随分経つのに増えた。いやー、やばい、素晴らしい。やばい、お腹空いたでしょ。別に、だって、あ、じゃあパスタ増えたからパスタ食え。やば、これが入れ替えられるってことだろ。要は下から投げるから、なるほどね。はい、ポーン。で、こう火事になっちゃったやつね。これすげえ楽しい。やば、ファイヤー、やべ、やばい、やばい、え、わ、やったー、これ出た。何これ、こうやって、そう、こう、クシックシックシッ。後ろなんだって凹んでるんだろうね。はい、後ろ凹んでる。そう、そういう作りじゃないの。うちはそういう、そういう風に作ってた。そうだった、そうだよ。うーん、おい、
俺刺すなよ。はいはいはい。いい見て。餌くれって。餌くれ。お前餌にしてやる。これね、10円玉折るんだって。曲がるんだって。あ、出た。ここに来たってもう呼ばれてるよ。怒られるよ、マイケル。ちょっと壊せろ。
してたけどね、やっぱやりがいがあるね。我慢する意味がある。これがおでんじゃ。お久しぶりです。ありがとうございます。よし、はい、踊りしましょうか。魚の筋です。あ、僕ちょっと腹いいかも。魚だと思った。分かった。あ、めっちゃ柔らかい。え、それ僕、あ、ごめん、ありがとう。いやありがとう。あ、サンキュー。オッケーオッケー。よしちゃん、マイケル、からし。あ、はい、あ、ありがとう。ね、それからし。これも多分いけると思う。ありがとう。ありがとう。いやー、ちょっとこれなんじゃ。やったね。あ、ごめん。うわ、剥がれちゃってごめんね。いやいや、どんどん。いやー。奥さんは？あ、私は自分で取る。あ、そうか。やばいやばい。やべえよ、これ、おい。少々、おつゆ行きますか。うん。いやー。ありがとうございます。大丈夫？うめぇ、大丈夫？よかった。やべぇ、これ。いやぁ、やべぇ、これ。ほんとありがとう。うん、あ、これうまい。あ、これうまい。ね、ちょっと失礼。うん、どっちにしようかな、じゃあ何でもたれ。全然臭くない。すっごい香ばしい。出来たてみたいな感じでしょ。すごいね。あのフラワーで、ね、足を折って寝てるやつ、膝なに。そのまま お辞儀して寝てるやつ、うん、え、いいよ。だってなんかみんな悪いから、はい、いや出た出た。はい、うわー、贅沢。やっべ、これ今の知ってる駅だからね、汁だから美味しいんじゃないでしょうか。ねえ、ありがとう。優しい味なんじゃないでしょうか。忍び合う恋を包むよぎりを知っているのか。